今回は、海外旅行当日にパスポートを燃やされた、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは28歳。海外旅行当日にパスポート燃やされたんやが、今日、海外旅行に行く予定だったのにマッマにパスポートを燃やされて、わい涙目。置いていくなら置いていくでパスポートを取らせる意味はなくないか？なんで希望を見せて、その後、どん底に突き落とすんだよ。一応留守番決定。マッマ、最強すぎるな。え、なんでそんなに親に嫌われてるの？イマルメデクサ。前からニートしてて、旅行に行くときは親二人で行くことが多かったんだ。で、今回はパッパの休みに合わせて10日間の海外旅行に行くって言い出してさ、日数が多いから、連れて行ってくれるように頼んだ。そしたらパスポートまで取らせてくれたのに、出発当日に燃やされた。マッマとパッパはニコニコで車へ。わい絶望、今ここ。マッマの KO 勝ちでくさ。これは強い。でもニートなら海外旅行は贅沢すぎるよな。どうしてついていけると思った。海外旅行の話が出た後、割とマッマもパッパも優しくてさ、Y が旅行の計画の話に入っても、普通に会話に入れてくれてたんだよ。例えばそれは芋食べたいって言ったら、こういうのエッチも好きよねみたいな感じ。マジで持ち上げておいて落とすスタイル。エッチにダメって言ったら面倒だと思ったから、行けるって言っておいたんじゃない。確かに海外旅行だと、パスポートを取るまでしないとエッチが信じないもんな。海外旅行にエッチを置いていくとして、出発日まで毎日のように連れてってくれメンス、ってされたらうざいやろ。ちなみになんで行きたかったの？まず、10日も親がいないと食事の心配があって、きつかった。それと海外ってことで、美味しいものも多そうやったし、たまにはワイも引きこもってばかりじゃなく息抜きがしたいな、って。ニートの息抜きってなんだよ。息抜きなんだろ、そういうことや。こりゃマッマとパッパが置いていきたいって思うはずやな。パッパすっきりしたな、マッマ早く着かないかしら。ニートがいない10日間は、めちゃくちゃ楽しいだろうな。でもワイにとっては地獄の10日間や。いっそ、もう置いていくって数日前に言ってくれてればじゃあ飯は？って言えたのにさ、急にパスポートを燃やされて、二人で出て行かれたから、食事が多分、今日明日分しかない。別に水は蛇口から出てくるだろうし、仮に10日食べなくても水があれば足しぬことはない。省エネのために寝てればよい。はい、解決。みんなでホームページを見て、美味しそうな飯とか食べれると思ってたんだぞ。それが、10日間飯抜きとかきつい。マジレスして良いのか知らんけど、家に米くらいないのか？それ食えよ、米。ニートが米を炊けると思うのか？せっかく海外旅行に行くのに、ニートは邪魔だから残党。パッパとマッマの金で海外旅行？で、何歳？ワイか？ 28 歳や。何 J だと35え？ 45 えの猛者もいるだろ。さすがに28歳ならまだ許される年齢だと思ってたんやが。年齢なんて関係ない。ニートは忌み嫌われる存在だぞ。早くそれを自覚した方がいい。これはなあ、しゃあないよな。パスポートを燃やされる前に、いけないことを悟るべきだった。パスポートもらった程度でいけると勘違いしてるニートは笑えるな。一気の不幸で今日もワイの飯がうまい。明日はお前らだって我が身だろ。ニートはどうせワイのようにいつか見放される運命なんだよ。たった10日放置されるだけで見放されるわくさ。今は10日置き去りなだけだけど、そのうちマジで捨てられるぞ。旅行後、帰ってこなかったりして。さすがにそれはないと思う。海外でうまいものを食うつもりが明日からは一日一食か。それだけ食べれればいいだろ、贅沢言うなって。なんだ、一日一食はあるのかよ。普段、普通に食べてて急に食べる量が減ったらきついだろ。ああ、腹減った。水飲んでりゃいいんだよ、そのうちいかなれるだろ。なんでニートってこんなに贅沢なんだろうな。社畜愛なんて、疲れすぎて食欲ないんだぞ。お前はやめろ。パスポート燃やすのって普通に犯罪じゃないのかな。ああ、海外行きたかった。まだ行ってるのかよ。そのうちパッパとマッマから海外の飯の写真でも送られてくるんじゃね。飯って丸は草。それ普通に泣くわ。俺なら親が10日いない方が、自由に歩けるし嬉しいけどな。でも飯なしだぞ。2日くらいならいいけど10日は多すぎる。10日は大したことないよな。海外に行くならそれくらいの日数がないと移動で終わるしな。はぁ、腹減ったし寝るか。そのまま永眠しろ。成人してるのにこれは嫌だな。1年くらい引きこもった時点で追い出さないからこうなる。いつか働くかもしれない、社会復帰するかもしれないって思った結果がこれだもんな。さて、うまい外食でも食ってくるかな。パスポート炎上は草。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。40歳ニートだけどもう終わったと思う。ここから再起できる気がしない。終わりだよお前は。だよな。終わりすぎて終わってるわ。ニートじゃなくてお前は無職やろ。そんなことどうでもええやろ。働けるのに働かないともう働けないわちゃうんやで。どないすんねん。知らんわ。まあこれまでも問題先送りにしてきたもんな。これからのことなんか考えとるわけあらへんかったな。Y が悪かったわ。
まあそこまで行くと終わってるな。遺書は用意したか？しねえよ。Y の遺書なんて誰が見たがるねん。ニートって34か35までやろ。うるせえ。40歳だとニートじゃなくてただの無職やで。親は？70超えてるけど普通に元気。ならまだいけるやん。チキン屋やれや。何それ？フライドチキン屋や。生子歌唱丸年金もらってるか？手帳もないしもらえないわ。それはまずいな。大体その年でニートやってるやつってどっちかもらって悠々生活してるやつが多いぞ。再起したいんか？せやな。40歳のおじさんがニートできる環境なら恵まれてんだろ。そのまま最後まで進めばいい。親がたひぬじゃん。再起は無理やけどまだまだ終わらんのだよ。再起も何も一度も起きてないやん。何度も起きてるけど何度も倒されてんねん。人生なめんなよ若造。日本から出ればええやん。パスポートないやろ。なんとかなるから頑張れや。こんなとこで書き込んでも誰も慰めてはくれないし、むしろ逆のことを書くやつが多い。ネットの書き込みに振り回されて人生を棒に振るな。40になるまで終わりに気づかんかったなら小丸持ちやろ。ちゃんと病院で病名つけてもらえば小丸枠で働けるんちゃう。工場でも何でもいいから仕事すればええやろ。ご当時なら十分貯金だってできるだろうし。真面目な話、自動車メーカーもしくは関連会社の派遣もしくは機関車員応募したら、自分もそうやって寮に入ってある程度貯めてそこからやり直したから。終わったと思うってそんな判断もできなくなるんか。子供の目から見ても終わってるわ。終わりの定義が知りたい。40歳じゃ終わりだな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。結局ニートが脱ニートできないのって味方が一人もいないからだと思う。世の中無関心か敵しかいない。結局自分一人だけの力で何とかしないといけない。周りの助けがあった時に何もしなかったもんな。助けなんて一度もないぞ。元気出せよ、まだアデランスがあるだろ。働きたくない言い訳。まあニートの気持ちなんてわかるわけねえよな。もっと早く行動しておけばと思っても時間は戻ってくれないしな。脱ニートするために寮付き日払い OK の仕事ってどうかな。正社員じゃないけどそろそろ親の扶養からも外れなきゃ申し訳ないし。みんな無関心と考えればニートとか関係なく平等で、そこを負い目に感じる必要はないとも言える。ポジティブに考えようぜ。無関心はまだ良い。問題は身近に敵しかいないから精神的にどんどん病んでく。もう親から無視されてそろそろ半年経つ。俺って親にすら見捨てられたクズなんだなと思うと、とても社会に溶け込める自信なくなる。働くところあるなら働けば良いと思うぞ。行動できるなら行動しといた方が良い。俺もニートしてたけどおばあちゃんがいたからなんとか復帰できた。ニートは社会の被害者なのに自業自得の怠け者だと思われてるからな。引きニートの社会復帰やってるとこはいろいろあるけど、この点を理解してないとこは総じて失敗してる。ニート枠だと思ってたり、ニートの親を被害者だと思ってたりしてかかると、最初から敵認定されて信用されない。親も敵だもんな。味方でもないのに食わせてくれる人とかいるのか？食わせないと多品じゃうからしょうがなく食わせてるんだよ。ぶっちゃけ親も俺のせいでおかしくなってるんだと思うわ。じゃあバイトでもしろ。それができてたらニートなんてやってないわけで。親は味方ではないのになんで飯をくれるか、製造物責任法を元に買ってるだけだからだよ。飯じゃなくてさ。やらなくてもどうにかなるからやらない。そもそも脱却する気も必要もない。ニートが味方を作りたがらないの間違いじゃない。自分の思い通りの行動しない奴は全部敵って思考だからね。親がどんだけ苦労してニート生活を支えてるか分かってない。そんな親に対して敵と言い張るからね。あれだけ日本の世話になってるのに敵と言い張る朝鮮人と同じ思考。ぐだぐだ文句言うだけじゃ味方はできねえぞ。そもそもニートに出会いなんてないから。出会いがないなら自分で動けって話。完全に受け身のやつに優しくするほどみんな余裕はねえよ。つまりすれたいの通りってことよ。動きたくないけど優しくしろってことね。盛大な勘違いしてるよ君は。頭おかしい気違いじゃなかったら、働かなかったらこの先生きてけないことくらいわかる。つまり働かなきゃいけないことくらいわかってるんだよ。それができないからニートなのだ。そう言うとじゃあ働けばいいじゃんって言うんだろうけど、この辺はもう精神的な問題で、社会から弾き出された時点で精神的に折れてるというか病んでるから、なかなかそういう前向きな気持ちになれない鬱みたいなもんだ。俺と一緒に家を出ないか。もう家にいるの飽きたわ。つまり甘えですね。まあ実際親に甘えてるんだと思うよ。全てを捨てて家出て一人でなんとか生きてくとかいう強い志もなんもないからね。ただこの状況をなんとかしたいとは思ってるんだけど、気持ちが前に進まない。多分ほんの些細なことで前に進めるんだと思うんだが、そういうきっかけを作ってくれる人が誰もいないから、自分でなんとかしなきゃいけないけど何ともできずに今に至るみたいなことになっている。今までの俺と全く一緒。気づいたらニートになって3年で26歳。金は1000円くらいしかないけど、寮と日払いがあればまだ社会復帰できるかもっていう淡い期待を最近持ってきた。
ニートも一つの生き方。他人が叩く意味がわからない。弱いから。親は敵だろ。この世に味方なんていないだろ。身近な人間は全部敵。自分に関わる人間も全部敵。それ以外は無関心でほぼ敵。味方なんていない。どんだけ自分を甘やかしてくれて心配してくれる人間がいてもそれは敵。そう。まあそんなわけで明日こそハロは行ってみるわ。やっぱ思ったのは朝から行動しなきゃダメだなってことやね。後からとか午後からとか思ってるとどんどん引き伸ばして何もできなくなる。わかるよ。でもお前らだって社会復帰した時のモチベーションは復讐心だっただろ。味方になってほしいの？それ最初に拒否したのお前だよね。最初に無視してきたの親だよ。その後は突っぱねたことあるだろ？ない。敵にダメージ与えるのは当然のこと。親に金がある限り敵にダメージ与え続ければいいのに。ハロワなんて言っても敵親が喜ぶだけだぞ。ニートを続けて取り返しのつかない年齢まで続けることが敵親に対する最大のダメージだぞ。ちなみに親が敵って言ったのは脱ニートする上でのショウマルって意味での敵な。今までご飯作ってくれて今日まで育ててくれたことはとても感謝している。ちゃんと働いて恩を返したい気持ちもある。親が無視するようになってしまったのも元はといえば俺がニートでなかなか働かないからだ。だからなんとかしたいという気持ちはあるのだ。ニートの味方をしようとするなら人生を棒に振る覚悟がいる。そこまでして一人の落ちた人間を救う理由がない。それよりも社会に貢献してより多くの人間を救う方が結果として弱者を救う社会の余力を生む。ハロワで求人検索するだけで満足して終わりそう。でもまずそこだよ。そこにすら到達できてねえんだからニートは。ニートだけど働く気はない。ADHD で医者によると生活保護もらえるらしいし。ニートにだって気持ちがある。落ちこぼれだってバカにされるのは辛い。なぜわからない。世の中の普通の人たちも深さは違えど辛さを抱えてるんだよ。そして底辺を貶めて加害者として設定することでしか救われない世の中だから仕方ない。ムカつきはするし丸したくはなるけど自分の痛みにしか気づけないのは俺らも同じだろう。まあ地道に一般人に近づくしかないわな。ハロワに行くこと、求人を検索すること、履歴書書くこと、面接本を読んでシミュレーションすること、やることたくさんあるからね。親が無視するのっていつまでもクソみたいな生活を送るからじゃないの。就活すること言えば味方になるだろ。さすがに味方の意味は自分の思った通りに行動してくれて自分の思う通りのことを言ってくれる人だよ。多分ただ単に心配して脱ニートに協力する親は味方ではなくてショウマルでしかないよ。真の味方とは失敗をしても信じ続けてくれる人のことだ。でもこの日本はこっちが要求することにチャレンジしろとは言うけど失敗するなという。やりたいこともできないし失敗も許されない。自由がないんだよ。普通は味方の意味はそうだよね。一見言葉がきつくてもその人のことを心配してくれている言葉ならそれは味方の言葉。でもそれが伝わらないで敵と認識する人がいるんだよ。心配してるけど声をかけると暴れたり反発したりするからどうやって声をかけてよいかわからなくなっちゃう。それでも心配はしてるから衣食住が困らないように提供する。それが伝わらない。やる気の問題や、だからこうだからと言い訳しかしない。そしてそれだから仕方ないと開き直る。病気とかショウマルとか結局そこに当てはめて自尊心を保っているだけだから。こんな世の中だからこそおじが暴走するんやで。アベッチ。まあ別におんぶに抱っこなんでもしてくれと言ってるわけではないんだよね。ただ普通に接してくれればいい。それだけなんだ。誰だって学校行ったらある日突然周りがみんな無視してきたら嫌だろ。つまりそういうことだ。そこまで極端じゃないんだろ。仕事するって言ってもそんなの当たり前でしょ。良いところ行きなさい。でも行けないのはあんたがサボってたからって期待という束縛をしてきつつも常に喧嘩口調で願ってくるのが嫌なんだろ。普通に頑張ってね。わからないことあったら聞いてねって言ってほしいんだろ。なぜ人は束縛してくるし見下してくるのか。ニートを全て救おうとすると日本人の生活レベルは格段にガタ落ちする。ニートだって自分が逆の立場だったら見て見ぬふりして今の生活を維持する方を選ぶ。結局のところ精神の限界による。お前わかってないな。でも救わないと国際的に日本のブランドに傷がつくだろ。日本はグローバル国家だから他国の意見ってのは大切なんだ。さらにコミュニティではないにしろニートの数は国民の約 1%。 実はニート集団ってのはなかなか強いんだよ。ニートが流行るずっと前にニート体験済みでね。ニートに割り当てるリソースの余裕なんか今の日本にないよ。割り当てることができないなら投資で増やせばいい。正直今のニートのうちでちゃんと大学まで卒業して就職したけど就職先がブラックで退職後に仕事が怖くて働けないってニートも少なくないと思う。だから今のドマルのような労働環境を是正することが多少なりともニート支援につながると思うんだよね。
具体的にはサービス残業という無賃労働の厳罰か、例えば3ヶ月の営業停止やパマルハラの厳罰か、例えば企業と本人200万ぐらいの罰金とか。俺らが救われることはない、自業自得では絶対にないけど、俺らが救われないのは当たり前。そもそも世の中には救いがあるべきみたいな考え方がおかしい。救いがあってほしいならわかるけど。ニートは被害者、なぜ責められなければいけない？自助努力ができない人間に育てた親と環境が悪い。これ言うと甘えとかしか言われないのが悲しい。どうやら20歳を超えたらどんな親であっても自己責任になる世の中だからね。氷河期世代もリーマンショック世代も結局は自己責任。この考え方嫌いすぎてヘドが出そう。でも世の中の大半はそう思ってるし、それが常識なわけで、世の中からすれば俺の考え方は甘えでしかないのが悲しい。結局それ、大半の人間がそう思ってることが正義で、それ以外は異端。異端なこと思ってるだけならいいんだけど、言葉に出したり行動したりすると大多数の意見に沿うように無理やり修正される。宗教は温かく迎えてくれそう。自分でどうにも乗り越えられない時に頼れる人や勢いつけてくれる人がいるかいないかは重要だよな。ニートがいる家庭は大概本人と親兄弟の関係がギクシャクしている。腹を割って話せる仲良し親兄弟で子がニートってあまり聞かない。聞いても小丸や病気絡み。だから理解してくれる人がいないはある意味正解。別にニートじゃなくったって基本無視で理解なんかされねえよ。理解や優しさがなかろうとみんな信念や哲学や我慢で踏ん張ってる。そうしてても圧力や邪魔だって向かってくる。なのに次元の低いところでつまずき、自業自得の無関心に嘆き、世話になってる親を敵と破棄して、頑張ってる人たちを社畜だどまるだと煽り、ネットで自らヘイト集め、挙句に親に手をかけ社会問題まで起こす。そして足りないのは関心や理解や人の優しさってか。甘えんのも頭おかしいのも大概にしろや。クソニートは被害者でもなんでもない。生きてるだけで親の加害者。こういう薄れ立ててもニートのクソさ加減に確信を持たれ拡散されるだけ。お前らがすべきことは、今日すぐにハロワ行って、なんでもいいから職に就くこと。選ぶとか100年早いし、あとは歯食いしばって努力と我慢するだけ。それしかできねえんだから。そして一番身近で支えてくれた親を安心させてやることだろ。それ以外、クソニーが救われる道なんかねえよ。一番いけないのが、人が、親が、世間が、上司が、会社がと、実際そうでも人のせいにすることだよ。全部自分のせいにしないと精神的に自立はできない。一致は行動を起こそうとしてるだけマシだけど、必ず失敗するよ。なんせ踏み出す前に関心や理解や人の優しさが足りないとか、寝言ほざいてるからな。テレビや漫画で見かけるようなろくでなしをイメージして、それに苦言の一つも言わず、辛抱強く支え続けることができるのか自問してみればいい。すぐに答えは出るよ、甘えやなって。月額20万どころか最低時給の月14万程度のところしかないから、そや働く気も起きないだろ。働かなくて食えてる間はまだいいだろ。親が敵ってのはよくわかるわ。あいつら根本的に子供の幸せを願ってないんだよな。自分より立場の弱いものを攻撃して喜んでるだけ。職歴なしニートの場合は、いざ決心して面接なりハロワに行ったとしても、自業自得とはいえ、まず説教されるか嘲笑される確率が高すぎて、それに耐えられなくてまたニートってのもある。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、オムライスを作れるようになった瞬間、マッマの様子が変わったという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートY34歳。オムライスを作れるようになった瞬間、マッマの様子が変わり、最近、オムライスとチャーハンを作れるようになったんやが、マッマの様子が変わった気がする。今まで引きニートで家事なんて全然しなかったから、ちょっとしたことで喜んでくれたっぽい。ワイのマッマなんて家事全部やっても睨んでくるぞ。ニート歴は、高卒ニート。3年くらいはフリーターしてたけど、その後はずっと引きこもり、バイトくらいしろ働けって言われてたのが30くらいからは諦められてさ、最近じゃ話しかけても無視されて空気のような扱いになってた。なんで飯を作ろうと思ったんだ？たまたま YouTube 見ててうまい飯を作ってるチャンネルを見つけた。あと最近5チャンネルの飯で丸系のスレもよく見ててさ、なんか作りたいなと思って作ってみた。最初は画像ウープしたらめっちゃ叩かれた。そやな、最初はなかなかうまくいかんもんや。最初からオムライス作ったのか。まっまと子供の頃に焼きそばを作ったことを思い出した。で、焼きそばなら作れるかと思った。まあ麺も安いしさ、小遣いでスーパー行って麺買って焼きそば作ったら、まっまが匂いで気づいてみてた。はい。その麺って言われて、小さい頃、一緒に作ったやつって答えて、その日はそれ以上何も言われなかったな。その後はなんか恥ずかしいからマッマの前では料理をせずに画像ウープして評価もらって練習してた。オムライスとチャーハンの難易度は？オムライスは卵が難しいよな。先にチャーハンの方が上達した。
冷蔵庫のものを勝手に使ったけどマッマには何も言われなかった。多分 Y が料理に目覚めたことに気づいていたと思う。最初、いい話だなーって思ってたけど、お前、まだニートだよな。あ、何を期待されてるのかわからんが飯が作れるようになっただけでニートだ。まあマッマは家事手伝いみたいな感じの扱いをしてくれてるけどな。おう、ニートから家事手伝いにランクアップか、ようやったな。なんか褒められても虚しいんやが、働いてるわけじゃないしな。で、とにかくチャーハンできるようになって、いよいよオムライスにチャレンジしたんやが、なかなか卵の部分がうまくいかんかった。それで何度も失敗してたらマッマが見るに見かねて教えてくれてさ、できた瞬間すごいねって久しぶりに褒められた。オムライスの卵成功しただけで褒められるの羨ましい。それだけニートがクズってことだよ、察し。マッマこれで家事から解放されるわ。オムライスがきっかけに、料理をマッマが教えてくれるようになった。いわゆるお袋の味ってやつだな。で、Y が自然と料理以外の家事も一日にある程度するようになったんやが、なんかマッマとの関係が改善されてきた。ニートのままなのに？まあ家事手伝いがダメってことになると、専業主婦もニートだしな。マッマ、実は外で働いてみたかったらしくてさ、Y に家事を任せて知り合いが働いてる店でパートすることになったんや。え？って思ったんやけど、家のことはよろしくってにっこり言われたわ。ってことで、ニートだった Y のポジションは、だんだん専業主婦っぽくなってる。マッマ、働きたかったんか。でも、イッチって何歳？ 34 歳や。マッマは22の時に Y を産んだから今年56歳やな。その年からパートってきつくないか。よく採用されたな。スーパーの店長と仲がいいらしい。前からパートしてみたかったけど、Y がいて無理だったらしいよ。家のことを誰がやるってのもあったしな。で、Y が洗濯や料理を引き受けた。でもお前、チャーハンとオムライスしか作れんじゃん。あと焼きそばな、当時はそうだったけど、今はもっと作れるようになった。洗濯やアイロンかけたりもしてる。掃除は結構好きなことが分かって、暇な時間は掃除も念入りにしてるぞ。ここのところ、掃除系の YouTube を見るようになってかなり影響されてる。昨日、歌丸石鹸を買ってきた。家事をする時の金はどうなってんの？マッマにその月の予算を渡されてその中でやりくりしてる。ちょっと社会の勉強にもなるかな。今まで金の管理なんてしたことなかったし。ええやん。でもマッマがパートで働けるのってあと数年じゃないのか。田舎だから、多分65くらいまでは普通にパートできる。とはいえ、思いのほか、家事で自信がついたんだよな。マッマがパートに飽きたら、Y もバイトでもやってみるか、とは思ってる。あくまで思ってるだけだがな。主婦適性があるなら、結婚も視野に入れていいんじゃないのか。いくら家事ができるようになってもチーデューはチーデューだぞ。家事の合間に筋トレするようになったけどそれでもまだ太ってる。飯作る係が Y だから、最近ちょっと栄養とか考え始めたけどな。数年後、マッチョな専業主婦になったイッチが。まあニートなのは変わらんけど、クズニートではなくなったな。これでもまあすねかじりなのはわかってる。1円も稼いでないし。でも SNS の主婦が、前に専業主婦の月収は30万以上に換算できるって言ってたぞ。30万は草。じゃあ Y も月5万くらいは働いてることになるかな。ええんじゃない？マッマはパートでいくら稼いでくるんや。さあ、週4で朝から昼まで働いて、昼飯食べに戻ってきて、またそれから働いてる。一気の家事のおかげで家の稼ぎが増えてるんだから誇ってええで。お前らちょっと頑張るニートには優しいな。とはいえニートはニートのままなのである。うちに来て飯作ってくれ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートは夜行バスでサービスエリアに置き去りにされてしまう。どうやって帰ればええんや？真夜中か。普通なら乗ってたバスの会社に電話やけどかかるやろか。そんな時は Y の名を呼べよ。いつでもお前の助けになる。ネオパーサ岡崎やけど来れるか？どこのサービスエリア？その手に握ってるものは何や？スマホと財布や。釣りじゃなければ笑ってやるよ。ロマン。グズが。思ったより田舎で草。誰がいけんねん？ガチなら大変やん。写真貼らでー。スネークに煽られるやろ。また橋系か。サービスエリアって一般道への出口あるやろ確か。1時間くらいで行けるわ。写真撮ってみせて。ちょっとバス会社に電話かけるわ。サービスエリアの従業員として一生を終えるんやで。こんな年末にサービスエリアに置き去りとかないだろ。岡崎まで誰か来れん？写真貼ってくれたら行ってやってもいい。こんな時間に他人のために労働したくない。それな。北海道じゃないから寒くないし平気やろ。やり直し。サービスエリアにゴミを捨てるな。ニートなんて G みたいなもんだから自分でなんとか帰りつくだろ。イッチを家に返したらイッチの親がかわいそうだからな。確かに。旅行中？親戚の家に行ってた。行きは電車で帰りは夜行。まだしばらく着かないと思って寝てたら親に急に外に出ろって言われた。寝ぼけたまま外に出たら、そのまま車が発車して置いていかれた。実家はどこ？
特定中怖い。なんだ言えないのかよ。まだここから、かなり行ったところ。車で1時間以上はかかる。終わった。ずっとそこで終わってろ。だよな。マジか？釣りか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。北海道民ニートの Y、この寒い時期に親から家を追い出されてしまう。Y ニート35歳。明日家を出てけと言われ10万渡される。もう荷物はまとめた。働けばよかった。達者でな。Y 北海道民やで。なんでこの時期に追い出すねんクソババア。正月が終わってすぐに家を出ていけとかひどいだろ。偽ニートほど見ててきついもんはないわ。ネタであって欲しかったわクソが。とりあえずパチンコで倍に増やそう。パチンコやったことない。最高やん。適当に数日経ったら泣きながらお金なくなったって帰ればええやん。ほぼ10万ゲットや。それいいな。なんで働かなかったの？面接めんどかった。用語のしようがないゴミカスで草。これを機に働けば？生まれ変わったつもりで就活しろよ。どうせ今まで丸んでたようなもんやろ。スーツ持ってないし無理や。何のために10万渡されたんだよ。認知症になった親の面倒見なくていいのええな。認知症ってなんや？ボケて自分が歩けないの忘れて歩こうとして転んであちこち骨折して入院繰り返すクソ迷惑な老人や。とりあえずどうするん？10万で食いもん食って路上生活して金なくなったら家戻る。金渡して追い出すなんて優しいやん。北海道でこの時期に追い出すんやで。おかしいやろ。生活保護申請して親戚に通達させて恥かかせるのが一番効くぞ。一致の寿命あと何日かな。金は使って出ていかんでええやん。課金しそうだからってスマホ解約した後追い出されるから使い道食べ物だけさ。10万あれば3週間くらいは持つやろ。貧乏旅満喫して金なくなったら家帰って泣きながら嘘の努力を語ったらいい。また数年は引きこもれる。そうするわ、マジで3月。コンビニバイト100件面接行ったけど全部落ちたって泣きながら言えば許してくれそうやしな。大卒か高卒か知らんけど学校卒業50年以上クソ製造機だったお前を養ってくれた親に感謝しろ。ニートの才能ないやつも哀れやな。何してんだよ寒いのに。親が追い出す権利はねえのよ。嫁とかそういうのは追い出せるが。寒いし心配だから戻れよ。北海道って働くとこあるんか？とりあえず大声出しながら実家のガラス全部割るとかしたら誘致場入れて暖も取れていいんちゃうかな？残り短い命やね。じゃあな。10万ごときで縁切れるわけないやん。50人に1人はニートやからな。10万渡してくれるだけでも優しい。ニートは親と社会にダダこねてるだけのうまる子製造機。国民の三大義務を果たす気がないならさっさと消えろ。寒そうだけどしゃあないな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートはい、ガチで追い出し業者が来た結果、マジでヤバい助けてくれ。ええチャンスやん。自立しとけ。助けろ言われてもどこやねん。場所わからんと無理やろ。助かる方法教えたりとかあるやろ。旅立ちの時やね。警察呼んで戦わせようや。よっと乗れるやん。家に強盗が押し入ってきた。と110番しろ。今、別れの時。警察呼んだらええで。さっさと行けばいいのに。入り口に机置いて入ってこれないようにしてる。まずネット遮断作戦をしない業者無能やろ。切られたぜ。念のため金貯めて用意したポケワイヤ。多少怪我してから丸されるって通報かな。窓から飛び降りて逃げよう。よっとスクール行くんか。来る時間がガサ入れで草。ニートできる親ガチャ当たり自慢丸ねよ。仮にこの場をしのいでも親に売られたってことやろ。もう罪じゃん。怖いですね。ニートはどうかと思うがこういう業者って普通に監禁罪に当たらんの。今こんな感じや。日当たり良さそうやね。2階や。南向き？南ってどっち？ワイは目の前向いてる。頭は弱いし嘘はつくしダメな子やな君は。いい年こいて、実質の方角もわからんってなんやねん。東西南北わからん。前と後ろ右左でよくね。ちな39。法的になんら問題ないな。ボリ読んでも相手の増援になるだけや。あかんこじ開けられそう。抵抗するから落ちる。追い出し業者ってなんや？追い出すだけなんか？普通は引き出しやと言うんやが。警察呼んで不法侵入と強要罪の刑事事件扱いしてややええねんで。親が入れたとか認めたとかは親子間の認知だからノータッチにするだろうけど、赤の他人に金出して言うまるさせようとするのであれば親の刑事罰も出てくるから強制できなくなるんやで。警察は追い出しやの味方するとか大嘘や。日当たり良さそうで笑った。方角わからんことと、その理由に驚きやわ。別すれ立ててるからニートの釣りだろうし、バカのふりしてるバカじゃね？まあ本当にわからん可能性もあるけどな。でも別すれでもニートっぽいしな。アホなんだろうな。ガチで追い出されろよゴミニート。そのすれ立てたの昨日や。日付見ろ。昨日はまだ余裕があった。誰もお前のことなんて助けねえよ。まあ頑張れ。本当に追い出されるのか。引き続きニート関連のすれを紹介するよ。ニートは求人を応募した結果まさかの待遇に合う。
何も連絡ない。面接や書類選考で落とされるのは覚悟してたけど無視とかあるのか。まあいいじゃんそういうの。よくないですよ。もう何でもいいから返信をくれ。動くに動けん。ハローはいけよ。あそころくな求人ないやん。何日スルーされてるの。メール送ったのは月曜の朝や。年齢は30代前半。何個も応募すればええやん。100社に送ればええやん。いかに傷つけずに断るか会議中。お祈り定型文でええから早く返信してほしいわ。働いてなくても飯食えてるならそれでええやん。日本のほとんどの会社は反社みたいなもんだし。お前どんな世界に住んでんねん。ハロワレベルしか採用されんだろ。一部のホワイト企業以外は働いたら犯罪に関わるのと同じだよ。ニートで正解。電話しろよ。これ考えたけど怖い。あの、僕のメール見てくれてますみたいに電話するんか。なんかキモくない。2日は気が早いやろ。そうなんかな。ハロワイケや。知識過剰すぎね。年始は忙しいんだよゴミが。一致以外の人間も応募するんだからそんな早く返事できるわけないだろ。採用担当が採用担当しかやってないと思ってそう。まとめて30くらい送るのは当たり前やぞ。そっから面接まで行けるのが5くらい。待ってる間にまた30。面接の悪かった点とか考えて改善してまた送るとかや。1個の結果だけ待つとかやったら永久に受からんぞ。最終的に100くらい送るのは普通やで。ニートなんて生子と違って別に迷惑かけてるわけじゃないしな。親には迷惑かかってるだろ。日本のほとんどの企業は法律守ってないし、生活できてるならニートの方が正しいと思うわ。働いたことないやろお前。バイトならまあ、なくはない。39で10年ぶりにバイトって不可能？ある程度隠したりうまいことごまかしてハキハキ話せるなら可能。バカ正直に話したらアウト。遅いとこは2週間後に連絡来るとこあった。そうなのか。でもそれだけ放置せざるを得ないほど激務の仕事なのかと疑ってしまうな。お前人事になりたいんか？ちゃうけど。採用担当者が返信に2週間ってがつかないって割と異常事態な気がするやん。人事課だけでなく会社全体なんかヤバそうなイメージあるわ。そんなにすぐ返信なんてしないが。転職は今1ヶ月くらい放置されたことある。ちな不採用。会社によって優先順位とかあるからな。時期にもよる。から求人じゃね。30代のニートならしゃあない。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。兄がマッマを切れさせたせいで、Y まで家を追い出された。Y と Y の兄の引きこもりなんやが、兄が牛乳直飲みしたんやが病んでてマッマがお前は外国人か、で Y も追い出された。日本語でオケ。マッマ受ける。マッマとお前の年齢による。Y22 マッマ54。寒いけど、兄お前が悪い。でかいろ取られたやけど。Y 泣きで兄ムカついとったわ。日本語でどうぞ。まずは精神性や謝ることやね。外国人って牛乳直飲みするんか？正月から何してんの？口つけてるなら丸罪。つけてないなら情状酌量の余地あり。兄はつけていつも飲んどるやけど運悪く Y も追い出されたんやけど。距離感じたわ。新しい牛乳買ってこいよ。欧米か、なら面白かったな。全部兄悪いのになんで Y が遠まるや？どうすればいい？今からすればいいか何を頼むわ。いちいち日本語が読みにくくてストレス。これで20代？お前、マジで日本人？マックとかで時間潰して、母が落ち着く頃に牛乳買って帰る。家族揃って精神科行って手帳もらってこいよ。そのまま外で寝ちまおうぜ。お前もおっちゃんも楽になれるで。昔の神様たちは天の岩戸を開くために服を脱いで踊りをしたそうやで。試しに玄関の前でやってみたらどうや？寒そうだしやだ。でもそのままずっと夜中も外にいるよりはええやろ。兄が何時やってる暇あったら警察にでも電話しろって言ってきたわ。お前が白やチキン。家の Wi-Fi 盗むな。ママ、ドア開けて、寒いよ。ってみっともなく叫んでドアゴンゴン叩いてれば近所の目を気にして入れてくれるかも。とりあえず兄に牛乳買いに行かせた。金持っててよかった。楽しそう。青春やね。兄だけあったかい店に行かせたんか？一致も行った方がええんとちゃう？Y は交渉役として家の前に残ったで。兄だけお釣りであったかい飲み物買うかもな。一致がそれでええならええんやがな。短気なマッマやな。兄夕飯食べよ。兄が飲み物買っていい？ってメール送ってきた。丸井が湧いた。兄から、だろ。さ。兄戻ってきたら交代で一致も段取ってこい。遅いなさっさと買ってこいや。肉まんとか食っとるかも。兄は飯食ってるんだろうな。玄関の前で土下座したら？なんか昔あったじゃん。皇帝が強行に許してもらおう？って門の前にずっと立ってたやつ。やっと帰ってきたから今から許しをもらうで。頑張れ。兄が空気をまず安い牛乳買ってきたから危なかったがなんとか許してもらえたわ。部屋あったけ見守ってくれた奴らはサンクスやで。よかおめおつ。ちなみに兄はまた牛乳買わされに行っとったわ。いいオチがついてて。
風邪ひかんようにな。小道寺って親のお情けで生きていられるのに妙に態度がでかいよな。一致がこの年ってことは兄はもっと上ってことなのか。親頼りの生活してるのになんで親に反抗できるんだろうな。まあ兄弟でニートできるぐらい親が甘やかしてるからなんだろうけど、結局親が子供を見捨てるわけないって思い込んでるからこうなるんよ。親が覚醒して急に捨てることだってあるわけでさ、怖くないんかね。そんな危機感があるならニートしてないと思うぞ。結局後先考えてないからニートになるわけで、将来のこと考えたらニートは無理。兄弟でニートってひどいな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートは正月早々親と喧嘩した結果マジで腹立つんやが、ニート歴は？喧嘩の原因は？4年、おせち食べれないのにおせちしかない。これは胃が悪いか。お年玉もらえんかったぐらいええやろ。親からはもらったことない。健康に過ごしてほしくないんやろうね。一致の年齢は23歳。進学せずニートか。せや、なんで進学しない。勉強したくないから。じゃあ働くしかない。働けない。お年玉もらう年か。兄貴がもらってる。平常運転やね。おせちは苦手だから食べれないと毎年言ってるのに、今年もおせちしかないからブチギレたんや。そんなんでキレられる親がかわいそう。ならお前は飯なくてええんか。なら食わなきゃええだけやん。些細なことでくさ。お前は正月なのに飯がなくてええんか。外に食えに行け。パチンコで溶かした。働いて好きなもん好きなだけ食えばええやろ。働けない。ニートなんだしどうせ動かないんだから一日くらい食べなきゃいいじゃん。歯磨きめんどくさいでしょ。歯磨きはしたことない。一致の歯強すぎない。見てみたい。虫歯は放置しても問題なしや。家ではしないの。金ない。肉が食いたいなら働きなよ。ラーメンも食いたい。肉が食いたいなら働けに対してラーメンも食いたいはガチ感あるな。一致に働けとか言ってるやつ正気か。転職からしておそらく自閉症。小丸年金もらってるレベルやから相当重い。働くのはきついっていうかどっちかというと受け入れる側がきついで。これメンス。 Y が働かないのが社会貢献。前の工場にいたけどマジで大変だった。おせち食えないお前の味覚が悪い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ニートがキッザニアは草。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。無職僕、配達の仕事さえ受からない。運転するだけだろ。ウーバーイーツやれよ。それな。免許なきゃ無理だろう。個人事業主は損するって聞いた。騙されやすそう。個人事業なら誰でも受かるぞ。面接なしで行ける紹介会社に登録して倉庫作業をする。でも確定申告自分でやるんでしょ。あとガソリン代とかも自分持ちだから支出が多くね。ある程度稼げてると支出はなんとも思わない式にもならない。お前らくんの価値提起。高卒の職歴なしのアラサーでおすすめの仕事教えて。俺なんてピンサマルの面接官落ちたぜ。ピンサマルって男募集してんの？してたよ。一応電話した時にまだ男子従業員募集してますかって聞いたし、まさか落ちるとは思わなかったわ。よほど接客が向いてないんじゃね。面接したんやろ。どうなんだろうな。接客業しかしたことないけどな。正社員じゃなきゃ脳幹。なんでアラサーなのに職歴ないんだよ。正確な年齢と比較かけよ。職歴と年齢で落ちたんだろうな、察し。運転免許があるならうんちゃんやれ。なんもないなら介護士の資格取れ。どっちも長期無職だろうと引く手あまたや。配送舐めてんのか。受からない何かがあるんだろうな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。24歳無職は、もう1ヶ月間外に出てない。Y の居場所は PC の前だけ。とあるのパチおもろいぞ一緒に打つべ。すまんすでに超売っとる。家で取るやん。外出はパチだけや。Y の近所ラムクリされんから朝だけは行かなあかん。一年中ステイホーム。陽気は病んでゴーヘル。Y ライン気は笑ってる。落ち込むんじゃねえぜマイメイン。シンプルな壁紙でいいな。ええやろ。壁紙は真っ黒に限る。つまんないスレ。深夜徘徊しよう。楽しいぞ。寒いで。深夜徘徊してチゲ溜めて全力ダッシュやぞ。そっからランニングするようになったわ。本格的に寒くなる前に始めるとええぞ。街灯のない田舎野郎は早朝徘徊にしろ。おまわり見つけたら全力で逃げると追ってくるから楽しいぞ。やめとけ。公務執行妨害になるぞ。ゴジータかっこいい。わかる。ちなはイモニートやけどパチンコは行く。パチだけは行くってなんなの。ニートってなんで危機感がないの。そのうち終わるじゃん。わかっててもやめられないのがニート。親は？ワイの親はワイがニートのことをすっかり諦めてるぞ。60、80問題が頭をすぎる。今が楽しきゃいいだろ。パチで外に出てるじゃん。
引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y 無職、マッマ軍との契約更新にしぶしぶサインする。12月23日、契約更改交渉が行われ、我が家の Y 投手24歳は現状維持の風呂掃除、ゴミ出し手伝いで月俸1万5000円でサインした。高校生の妹からは、家にいるなら家事全部やれごくつぶし、との声もあったが、それは Y の負担があまりにも大きいのではないかというマッマの温情から、今年は現状維持でサインした。粘っても改善は見受けられないと判断した。仕事探せ。職ついたら出ていかなきゃならん。他の時間は何してんの？仕事探してるけどなかなか会うところが見つからないって言って一日中家にいることが多いな。炊事選択をしないのは現行されても致し方ない。選択はともかく、料理ってハードル高いわ。仕事帰りに毎日作ってくれるマッマには頭が上がりません。待て待て待て、ウバイとかでもいいからなんか働こう。もしくは、トーイックとかの試験官。仕事探してる間バイトするのは割と普通。マッマ軍の手よ。世の中には仕事を探すことすら進めない親もいるから面白いよな。10年くらいとっくにおるやろ。FA しろ。放出しないでくれ。家もらうまで居続ける気なんやから。もらえるわけないやろ。それだけで1万5000もらえるの羨ましいわ。はじめは例やったんやがマッマが、就活だったりたまには友達と息抜きも必要でしょと支給された。わろた。ママの温情やぞ。パッパに追い出されないのか。パッパはとにかくどうこした放任主義やねん。Y も妹も何も指示された覚えないし、なるようになるってよく言っとる。よくある放任パッパか。フロントは何を考えているのか。ニートさせてもらってんだからタダで働けよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ほう、30代無職僕、ついに父親に耐えられないと言われる。どうしよっか。生活保護もらってグループホームに入れ。なぜそうなった？お前はどうしたいの？ずっと無職？直接言われてから2、3年はいけるよ。今無職4年目突入の30後半。ゲームしてたらリビングで父親が、あいつなんなの？耐えられないわ、どうすんの？と母親に愚痴。自律神経失調持ちのため母親はかばってくれたが父親は納得いかず、いつまでああなん？とか聞こえる聞こえる。そろそろ家出なあかんか。もしかして夜勤やってた？やってない。絶対無理だわ、しんどい。ちゃんと自立させられなかった親の責任だろ。貯金は少しあるがもう正社員は無理だ。FX で一発逆転。バイトで一人暮らしいけるか？母ちゃんかわいそう。自律神経失調症は辛いけど治るだろ。自堕落に遊んでないで改善の努力ぐらいしろ。パッパが稼いでるんだろ？そりゃ出ていくしかないじゃん。言い訳ばっかりやな。母親がかばってくれるならええやん。どうしようもないやつ。耐えられないなら追い出されるしかないな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。偏差値70以上の高校行ってたけど今ニート無職フリーターのやついる？その中で今通話できるやついる？おらんか？田舎だから偏差値70あったか怪しいが県内トップの進学校出身無職ならここにいる。ええやん。今できるなら来てくれメンス。無職とは違うが夜の店勤務ならおるで。通話はしたくないけど。できないのは残念やが経緯は気になる。だから通話は無理。というか多分お前、すでに滅びたあのゴミクズの吐き溜めにいたうちの一人やろ？そんな奴なら話したくない。その吐き溜めって何のことを言ってるんや？身分は大学生やけど言ってないしワイも実質ニートやね。ああ違うのか。数ヶ月前まで毎日のようにスレが立ってたニート無職フリーター部という集まりのこと。最初は良かったが末期はゴミクズ同士が延々陰口を言い合う地獄絵図だったからそいつらとは関わりたくないなぁと。ワイはたまに覗く感じだったが最近立ってないなあのスレ。あんたはなんで無職になったんや？話してみてその場の流れで何話すか決めるつもりやが最初はなんでスレタイになったか質問するかな。興味はあるけどディスコの赤バレが嫌やな。話し合う確率上げるためのフィルターやから偏差値70以上相応を自負できるならウェルカムや。本文読まないやつそこそこいるからここで書いてどこまで意味あるか心配やが。ニートの理由？うつ病の傷病手当金を満期受給するため。すまんな。偏差値71高校中退宮廷大生や。お大事に。なんで鬱になったんや？進学校、国立理系院卒、メーカー研究開発職、ストレスから夜の店、ホマルトにはまる。そんな流れかな。まあ退職したのには他に理由もあるけどさ。スレじゃあかんのか？お前さんはスレたいじゃなくて大学生やけど興味あるな。よかったら来てくれんか？分け合って通話がいいんですよね。このスレ定期で立ってるけどマジで怖い。話したやつおらんの？何の話さ。ニートになった直接的な原因か。平日昼は周りの数倍の速度で社畜労働し力ずくで定時で帰り小説を書く生活を毎日続けたことによる過労。
自分自身結果が出せずわなりを続けていたことへの焦り、小説というコンテンツが凄まじい勢いで凋落していたことへの絶望と小説家を目指したことへの後悔、仮想通貨で何十万も溶かした、ゴミクズ上司の陰湿なパマルハラマガイプエラリア摂取によるホルモンバランス破壊、等々、無職生活を送る中で気づいた根本的な原因、社会と人間への憎悪。偏差値68やったけど70ってことでいいか？今はアラサーの高卒ニートやで。68高校、通信高校、浪人、ニート。68高校の途中で精神疾患になって不登校しばらくやった後通信高校行って1年遅れで高校卒業してそのまま浪人生になったけど、もうずっと勉強なんてやってなかったし、浪人生として頑張る気力もなく2年だらだら浪人してそのままドロップアウトしてニートになったわ。雑談がしたいだけなんやが、宗教でも勧誘でもないぞ。通話できるやつ、おらんのか。何度も立ってるの見るけど何の話をするのか忘れで一切言わず通話オンリーで誘導される。怪しいすれだろ。今見たらディスコ部屋7人なってたけど全員こんな感じで呼んだんか？そんな怖いとこじゃないわ。しゃあない。Y が実験台なったるわ。ディスコ神話か作る。Y も無職はなび、一時すら通ったことない。偏差値72の高校からの大学生やがええか？高校の偏差値なんか役に立たないやろ。ええぞ、話そう。70以上の偏差値で今 F ランセイならおるぞ。雑談したいだけならフィルターいらなくない？入ったわ。今のところは普通やぞ。何話してるんや。偏差値は話し合う確率を上げるための工夫のつもりよ。ニート同士の時点で偏差値同行はいらんだろ。Y 小高校偏差値70。一部上場有名大企業勤務。年収750万貯金3500万やで。だからどうしたの？代わりに書いててくれてありがとな。慣れ合いか？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y27 歳無職スキルなし、派遣の登録会で笑われる。事務希望とのことですがまずスキルを身につけてからということでコールセンターから挑戦しましょうか。事務以外厳しいですか？そうなるとなかなか、やはりスキルがある人が優先的になっちゃうので、うっざまるね。お祝いに派遣なら誰でも受かる言うたごみ、交通費返せ。それは何でもやってみる。って気概があるやつだけだぞ。プライド社テロヤバか。何が？プライドなんかないが。口も大してないで何か手に職つけろよ。いつまでも甘えてんじゃねえ。お母さんか。コールセンターでええやん。コルセンとか一番やりたくない仕事やろ。無能だからやりたくない仕事しかないってわかったやろ。収穫やんけ。エリ好みしとるからやん。そういうとこやぞ。じゃあお前コルセンできるんか。一致は事務ってどんな仕事すると思ってたんや。データ入力とかやろ。初心者からいけるやつある言うてたで何十人が。それ女の一般事務やん。ええ？まず男は無理やったん。なんやねん罠やろそれ最初から書いとけや。笑われる仕事なんかぴったりやないか。無能なのにエリ好みするのか。くっさクソガキ。高校生さんが情報の授業受けた後か。事務屋がわからんわ、すまんな。事務って割と大変やろ。妄想してないで働けや。事務仕事なんてそんなやりたがるん。人間関係悪かったら一日中地獄やん。まず座れるってだけで天国やろ。前に一度働いたことがあるけどコンビニで立ってるのが疲れた。エクセルもできなそう。コンビニなんて客来なきゃ裏でスマホポチポチやろ。 Y ですら職歴はあったし速攻決まったぞ派遣くらい。エクセルもできなそう。エクセルのテストしろとか言われて一問も答えられなかったわ。テストするなら最初から言えよと。まマルさん以下の27歳の男とか恥ずかしくないの？一気機関行動や。絶対嫌や。熱いし夜勤あるした日の可能性ある。適当な運送会社行けよ。会社の金で免許取らせてもらって仕事中は会話ほぼなしだから楽だぞ。多品の可能性あるやん。職業訓練校とか行けば？給料低いやろ。27歳職歴なし高卒で IT 土方の職業訓練半年受けて、そっから就職したけど3年で年収550万超えたぞ。普通の事務所志望者底辺から抜けられないだろ。しっかり考えられたり、立ち回り方が上手であったり、そういう能力があったらどっからでもスタート切れるわな。有能なんや。工場行け。猿でもできる。 Y は工場で挫折したやで。パートの面倒見てると頭おかしなるで。でもお前頑張ってんじゃん。なんか草流行らせあったけえな。これ言われてえ。今日一番いいレスだな。コルセンはガチでやめとけ。あんなん1ヶ月以上続けたらあかん。働いたらもっと辛いことがあるのをイッチは知らない。派遣ならピッキングでもやっとけ。誰でもできる簡単な仕事だぞ。ピッキングでヘルニアになったぜ。簡単な軽作業ってやつやね。軽作業って重機使わない作業って意味らしいな。ごめん今日バイトの面接に来た職歴なしの32歳のこといじりまくって笑いまくっちゃった。大学生が職なしを叩くすれ。
Y 働いたこともない27歳、もう取り返しもつかないと夜中に泣く。これから頑張るんやで。まだ間に合う、はよ動け。人と話さない仕事ないの？低収入で誰でもできる仕事で。施設警備、フォークリフト取れ。すぐ採用されるし時給もそこそこや。男ならその時点でジムは諦めろよ。そんなにジムやりたいなら非正規の公務員やればええやん。公務員目指せ。さっさと介護か工場か飲食行け。選びさえしなければ仕事はいくらでもあるんだよな。看護師がいいやろ。男少ないから重宝される。コミュ障に最も務まらない仕事筆頭やん。コールセンターやってるけどちょろいぞ。コールセンター最高やん。年間休日120日以上で初任給が手取り20万くらいで、有給はほとんど消化できる程度の条件でいいんやが働きたい。くさ。こんくらいの条件で構わないから働かせてくれメンス。マジで言ってたのか。さらにくさ。いかんのか。こんくらい普通やないん。スペックさらしてや。無職からこの条件で探してるなら虫が良すぎて草しか生えんで。そんなに厳しい条件なんかこれ。学年で20いかないとこも普通にあるしな。休みも少ない。夏はクーラー効いたところで仕事したいんを。マンフィスのバイトが楽でいいぞ。中小のジムとか残業してる印象しかないけど。 Y 事務員やけど給料低いで。27職歴なしのゴミが仕事えり好みできる立場か。25も超えた無職なんて介護かどかたか飲食以外選択しないやろ。派遣なんてはったり重視やからな。厳しすぎてくさ。 IT の方の件は残業代全額支払いしてくれる会社やろ。残業代抜きで年収さらせよ。 Y は IT で地獄を見たんや。とにかくエッチは楽で、と仕事を探すんじゃなくてさ、やりたい、で仕事で探さないと、なんかあったらすぐ辞めちゃうで。タイムリーなスレダー、俺もそろそろ覚悟を決めますかな。土日祝日休みは諦めろ、シフト制のとこならいくらでもある。エッチばっか言われてるけど、27無職男にコールセンター進める派遣会社も無能だろ。派遣会社変えたら普通に行けるんじゃない？派遣にどういう職種があるか知らないけどコールセンターはないわ。俺の場合だけど、コールセンター派遣1年してからデータ入力派遣に募集したら採用されたよ。その数ヶ月後に派遣先で直雇用されたし、今6年目。非正規だけど、体力ない知力ない精神力ない俺ができる仕事なんて限られてるしな。一般事務って男が採用されることあるのか？エクセルも使えない事務とかその辺のパートのおばちゃんでいいわ。デスクワークやりだして1年経ったけど腰が痛いねー。Y チンのものやけどはプロ検定1級程度って書いてたらデータ入力の派遣いけたで。男性は100人中5人とかやったから一般的には回されない業種なのかも。派遣会社でタイピングテストもさせられたわ。タイピング早けりゃいけるかもしれん。よっぽどの理由がない限りまともな人間は派遣やっちゃいけない。長年無職だったやつがまとも？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、焼肉食べ放題を出禁になってしまった、ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートY39歳。焼肉食べ放題を普通に出禁になる。昨日、焼肉食べ放題で出禁って言われたんやが、金払ってるのに、ありえないよな。ニートならしょうがない。食べ放題で出禁ってよっぽどの巨漢か何かか。チェーンじゃなくて家から少し離れたところにある店。家族で行ってた時は一度も出禁って言われたことがない。ニートしててよく焼肉行く金があるな。ばあちゃんに出してもらった。クソだな。年寄りにたかるなゴミ。ちょっともう認知症っぽいところがあるんやけどさ、Y のことは大好きみたいでたまに会うと金をくれるんや。それで焼肉に行ったら出禁になった。頼んでないコースの肉を食べたとか。うるさい子供が近所の個人店で出禁になってたけどな。大人が出禁になるのか。前、大食いの芸人かなんかが出禁になったって言ってた気がする。誰をペロペロしたんだろ。ちゃんと事実を書けよ。そういうのじゃない、個人店なんだけどさ、さらに自分で肉を乗せて持ち帰るシステムなんだよ。それで、一度に大量に持って帰りすぎだって言われた。ああ、それルール違反じゃん。一人一回何枚までみたいなの書いてなかったのか。枚数がどうとかは書いてなかったと思う。チェーンと違って、コースもなくて。大皿に置いてある肉と、サラダ、あとは飯と味噌汁がおかわり無料なんや。で、いちいち少しずつ持って帰るのが面倒で大皿ごと持って帰ったら出禁になった。残党。そりゃ皿ごと持って帰るのは NG に決まってんじゃん。うわぁ、皿ごとって言ってもさ、もう半分くらいしか残ってなかったんだよ。で、隣の4分の1くらい残ってた皿と2枚持って帰って焼いてた。そしたら店員が来て、大皿を持っていくのは困りますとか言ってきたんや。がまるじは理解力がなくて店員さんがかわいそう。なんで怒られないと思ったんだよ。さっきも書いたけど枚数制限がない店だぞ。4枚ずつくらい持ち帰って焼いてまた取りに行っても、大皿持って帰ってもそこまで変わらんだろ。それなのに他の客の迷惑ですとか言ってたな。多分他の客からクレームが入ったんだと思う。
肉が何種類か知らんけど、大皿2枚も持っていかれたら、食べれない客が出そう。自分のことしか考えてないよ、イレイ。なんで反省してないの？できんでもしゃあないな。結局、注意されたのがムカついて別にいいやろ。って切れたんだけどさ、ルールを守れないならできんですって言われた。そもそも大皿を持って帰るなってルールなんて書いてないのに、ルール違反でできんってなんや。細かく書いてないと文脈が読めないバカか。最近、こういうの増えたよな。何歳？39歳だよ。その年になって、これは、ニートしてると理解力まで落ちるんだな。小じきみたいなことすんなよ。たまにヤバそうな子供が大皿持っていくのは見たことがある。大人がやるのか？一致とは違うけど素手で肉を掴んでるガキにもビビったわ。汚い。こういうのがあるから安すぎる店には行きたくないんだよな。甘丸楼でそれっぽいガキを見かけた。足を引っ掛けておいたわ。くさ。そうか。出禁にされた時は気づかなかったけど、確かに客が店員に何か言ってた気がする。客がクレーム入れたからって新しくルール追加はないやろ。せっかく金払って食べ放題を楽しもうとしたのに興ざめや。一致のせいで楽しく焼肉できなくなった人たちのことはどうでもいいのか？自分だけ良ければ OK。ってことやろ。スーパーで肉買ってきて家で焼いてた方が安いぞ。それやったことがあるけど親が臭いって切れた。カーテンに匂いがつくとかあれこれ言われて無理だったんだよ。まあ確かに家で焼肉は匂いがつくな。じゃあもう諦めろよ。だいたい、ニートが焼肉なんて贅沢なんだよ。チェーンとかタッチパネルで頼む場所に行けばよくね。チェーンより、そこの個人店の方が安い。大皿の件でガミガミ言われると思わなかったが、そもそも切れてきたのが店のおばちゃんで店主でもないし、何の権限があってワイを出禁にするんだよ。いい加減、諦めろよ。一致みたいなのを見るとイライラするから、出てこないでくれ。食い終わるまでは帰らずに済んだけどワイのイライラは止まらない。大皿で大量に肉を持ってきて一気に焼いた方がうまいし楽だろ。知らねえよ。汚い焼き方だな。網が真っ黒になりそう。食べ放題でルールがあるなら書いておけばいいよな。書いてあったけど一致が読めなかったとかない？ありそう。ルールがたとえ書いてなかったとしても、店員がこうしてくださいって言ったら、それがルールだろ。食べ放題を頼んだ後、後からルール提示はおかしい。それなら最初から大皿ごと持っていくのはやめてくださいって確認を取るべきや。チェーンじゃないのなら、客も店員も一致がニートだって知ってそう。客は、あの無職金も。くさ。無職かどうかで区別するのはもっとおかしい。Y は客だぞ。個人店なんだから、出禁かどうかは店主が決めること。終了。それ、あイライラする。なんなんだよ。出禁とか嘘待つやろと思ったけど、これはしゃあない。そりゃ出禁にもなるわ。外歩くのも禁止とかにできんのか。そりゃ大皿持っていくのは迷惑だろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。無職だけど家を追い出されることになった。まだ猶予はあるけど考えるだけで吐きそう。いいね。全く良くない。それでも無職は貫き通せ。その辺含めて交渉中。家賃とか光熱費は払ってもらえるっぽいけど生活費がどうなるかまだ不透明。ようやくお前の人生が始まるな。ある意味そうなんだろうけど乗り越えられる気がしない。無限の可能性があるやんけ。俺の能力による縛りがあるから無限ではないぞ。はぁ？家賃払ってもらえる？甘えんなやボケ。余裕すぎやんけ。いや飯とかどうすんだよ。クソアマじゃん解散。16年引きこもりの人間にとってどうか、と考えてくれ。ご同時フリーターになればよかったのに。人が怖いからバイトどころか外出も無理。家賃と光熱費払うのに追い出す意味あんのか。追い出した後に引っ越して縁切るんだろ。家にあるもの勝手に食べたりするからそれが嫌になったらしい。突き放すけど見捨てはしないいい親じゃん。そろそろ恩返ししろよ。恩返しって何すればいいんだよ。今日一日交渉したけど家を出ない選択肢はないっぽかった。だから今後は追い出された後の生活に関して交渉していく予定。ずっと家にいられればこんな面倒なことしなくてもよかったのに。どうしてこうなってしまったのか。どうしてって働かないごくつぶしだからだろ。それ以外に何があるってんだ。いや今までは家にいられたんだからそれは理由にならないだろ。頭使えよ。今までやってたから我慢の限界が来たんだろ。頭使えよ。普段他に使うとこないんだからさ。執行猶予何日？遅くても来年の4月1日に新居に移動しなければならない。20年無職だったけど普通に就職できたぞ。人不足マジだからお前も頑張れ。就職先がどうかよりも人が怖いから精神面の問題で無理よ。丸の方がよっぽど怖いぞ。俺は過呼吸なって理解したわ。何があったんだ。こういうやつって無駄にプライド高いよな。プライド高いなら人が怖いとか引きこもりとか言わんと思うけどな。バイトでもしろよ。人が怖いからできない。じゃあ黙って追い出されとけ。追い出されるのは確定だと言ってるだろ。だから黙って従っとけばいいよ。
確定してるなら生活費の交渉以外にさしてできることもないだろうし、家賃光熱費は出してもらえると言ってもそれも家から追い出されたらいつまでもつかもわかんないしな。というか従う以外の選択肢がないしな。追い出されていつか家賃も何にも払ってもらえなくなっての垂れ丸なのかな。頑張れよ。引きこもりとコミュ障は何言っても無理無理やだやだだから会話にならない。だってできないことはできないだろ。足のない奴に歩けと言っても無理なのと同じ。プライド高い奴って無能のくせに自分はやればできるのに周囲にバカしかいないからそれを評価できないとかいうタイプじゃねえの。俺は俺の能力ゆえに働けないと言っているんだからプライドもクソもなくね。頑張ればできるよ。頑張れよ。ありがとう。できることなら頑張りたい。生活保護申請に行けば。生活保護って誰かの庇護下にあるうちは受けられないんじゃなかったかな。親が家賃その他払ってくれるからダメっぽい。煽ってるやつはほっとけ。就職はやってみりゃ大したことないぞ。勝手に自分の中で怖いと思い込んでるだけだ。とりあえずハロワイって話聞いてもらえ。何の役にも立たんけど話聞いてもらう場所があるだけ気持ち楽になる。働くことが怖いんじゃなくて人が怖いんだよな。だから外にもろくに出れない。またお前かよ母ちゃんと和解しろクズ。一日交渉して無理だったからもう無理だろうな。また泣かれるのも嫌だし出て行った方がいいのかもしれない。昨日数の子勝手に食って親と喧嘩したとかすれ立てしてた人。これだったら無職のくせに数の子食うとかぶん殴りたくなるな。そう、栗の甘露煮も食べたことを白状したら家を出ることになった。面倒くさがらずに自分の小遣いで買ってしれっと戻しておけばよかった。とんでもないごくつぶしだな。何歳？32歳。逆に言えば一般人に近づける最後のチャンスだぞ。引きは年取れば取るほど悲惨なことになるからな。確かに残りの人生の方が長いから動くのは今のうちなのかもしれんな。バイトが無理でも家の家事手伝うとかそんな考えには至らなかったの？人が苦手でもできるお小遣い稼ぎなんて今時いくらでもあるのに。交渉で家事をやる提案もしたけど却下された。もうそんな次元に俺はいないらしい。なぜこうなるまでその考えに至らなかったのかと。ぼーっとしていても生きていける環境に慣れてしまったから。家賃もらえるとか優しすぎはロタ。そうまでしないと俺が出ていかないと思ったんだろうな。母親の判断は正しい。ニートの特徴として本当に自分のことしか考えてないやつ多いよな。そりゃ親にも見放されますわ。人と接するのが怖くて就労できないのならそれを治療する方法を考えるか、人と接しなくてもお金を稼ぐ方法を一生懸命考えるしかないんじゃね。まずその治療が済んでからだと母親を説得したけど無理だった。そう思うならなんで今までやらなかったのと反論されて何も言い返せなかった。そうだな。親元にいようが一人暮らしだろうが治療はできるだろうからな。これを機会に始めればいいんじゃね。治療前に一人暮らしとかまるんでしまうかもしれんから残された猶予で何とかしてみるわ。身内だけど生理的に無理の状態じゃ。生理的に無理だとは言われなかったな。家のものがなくなって生活が予定通りに進まなくなるのが嫌だと言われた。そこまでして追い出したい親の思考が謎だな。さすがに限界が来たんだと思う。というよりこれ以上一緒にいたら俺のことを嫌いになってしまうからそれを避けるために追い出そうとしているように見えた。実の息子を嫌いになることほど不幸なことはないからな。ざまあ。君のように他人の不幸を喜ぶ人間にはなりたくないな。どこ住み？都内。一ヶ月一人暮らしするだけでも親にかなり金銭的負担になることが一致にはわからないのか。ボロアパートじゃないならなおさら。親がそれでいいって言ってるんだからそれでいいと思う。金に困窮してるならそんなこと言い出さないだろうし。親孝行する気はないの？健康に生きる以上の親孝行ってなくね。カローマルのニュースとか見るたびにそう思うよ。こんなのに育てた一致の親が悪いな。なんつうかまあ普通に働けばとしか。何を嘆いてるんだか。なんだかんだいい歳した人間がこういう青臭いこと言ってごねられる現代って本当に豊かなんだなって思うわ。働く気がないなら追放されることは甘んじて受け入れるしかないよ。むしろ働いてたらとっくに家なんて出ていたと思うんだよな。だから俺がこの度出ていくことと俺に働く気があるかどうかってことは無関係だと思う。家を出るのと追い出されるのは意味が違うのよ。それはわかるよ。今回追い出されることが俺の働かないという意思に起因していると誤解されているみたいだからそこを正しただけ。俺が働いているかどうかと追い出されるかどうかは一切関係がない。ただへりくつかましてグズグズ言ってるだけだな。やれないやれない、できないできない、できないのは人のせい。俺は悪くない。いいよまるんで。いや俺は自分の境遇を人のせいにしたことはないぞ。勝手な妄想で絡んでくるのやめてもらえないかな。のたれまるにコースじゃん。マジでそれよ。母親に丸塗って訴えたけど知らんと突っぱねられた。まるんでほしいんじゃね。さすがにそれはないだろ。話した感じ嫌いになる前に目の届かないところに置きたかったという印象を受けた。まだそんな願望持ってんの？
親はもう諦めてると思うよ。家賃光熱費も負担してもらえるなら食事は野草とか食えばよい。タンパク質欲しいならカエルとかもあり。残念ながら食べられる野草等の知識はない。まだ3ヶ月以上あるとはいえ一人で暮らすことを考えると憂鬱で仕方がない。せめて食費と日用品を買う金だけでももらえればいいんだが、もうスト03本開けてしまった。いつもの倍くらいのペースだ。へいへい、ビビってるのか余裕なくなってきたな。本当に自分以外のことしか考えてこなかった報いを受けてるんだぞ。何が楽しいのか。とりあえずウーバー始めたら人が怖いからできない。置き配玄関に置くやつがほとんどだし、数ある仕事の中では一番人と接さないと思う。最初の説明会だけ耐え切るんだ。だって商品取りに店に行くだろ。ウーバーデイスくらいは会話しないとだな。深夜徘徊中にコンビニ行くのですらメンタルすり減らす人間にそれは無理だわ。今更だけど猶予ってどれくらいなん。遅くても来年の4月1日までには新居に移ってなければならない。ちゃんと一生生きてく分のお金はもらえるように交渉しろよ。明日も引き続き交渉してみる。まあ働くには強制的に追い出されるのが一番だと思ってるから、そのやり方で正しいと思うわ。働く能力はあるけど働きたくないという人間には有効だと思うが、働く能力のない人間にとっては効果が薄いと思うぞ。俺もウーバーやってるけど、始めるまで面接もないし履歴書出す必要もない。始まったら機械のように配達してくだけ。対人ストレスなんもないぞ。まあ、他のウーバーの人見るときっちり挨拶とかしてるけど。それって人と接し慣れてる人だから意識しないってだけでしょ。例えば君が言語も文化も違う国に行ってそれやれって言われたら無理じゃね。そんなことないけど。まあただ副業にはいいと思うが、なんか福利厚生ちゃんとしてる仕事にはついた方がいい。そういう本格的なのじゃなくて食費と日用品を買うだけの収入でいいんだよな。月に5万もあれば足りると思う。月に5万だったら半日ウーバーかける10日で稼げる。20日も休みなんていいじゃん。頑張。半日働くっていうのがもうハードル高い。そんな安い給料でこき使われるならもういっそのこと丸みたい。じゃあもう丸ぬしかないじゃん。そう思うけど母親が悲しむから丸寝ない。生きてるだけで親を悲しませてるのに。追い出されることが分かってるならたくさんある選択肢の中でウーバーが一番主に合ってると思う。引きこもりにああいう体育会系のものは無理だわ。スマホポチポチするだけで稼げる仕事ないかな。もう親子の縁切ってもらって生活保護で良いじゃん。生活保護受給してボロアパート住むくらいなら丸を選ぶわ。時給クソ低くていいならクラウドワークスで適当なフリーライター。パソコン必須。人と接しなくていいならそういうのやりたい。ならここで喧嘩してないでクラウドワークス見てみろよ。母親との交渉に失敗したら見てみるわ。このまま4月まで言い訳して追い出されるか腹くくって就職するか好きな方選べ。とりあえず生活費まで出せない限りギリまで母親と交渉してみる。典型的な無職だな。マジで無職とかってみんなこんな感じなの。ほんと笑える。答えは出てる。働くしかない。まあとマルハラ問題もあって昔に比べたら働きやすい環境下ではある。実際に親にも見放されてる身分なのにめちゃくちゃ偉そうなのはなんというか救えようがないな。実家暮らしってなんだかんだストレスかかるし家出た方が健康かもよ。4月に新居はかなり急がないときついな。ちゃんと手続き進めてたら少しくらいずれ込んでも許されそうだけど。新居の用意は母親がするから4月1日が完全なるリミット。最低限の家財道具も揃えてくれるらしい。至れり尽くせりで恵まれすぎ。何を文句言ってんだ。お外怖い。それしか言えんのか。甘えやねえ。俺なんて働いてるけど人が怖いぞ。甘えんな。こんな感じで親と話してんだろうな。仕事してないくせに。そりゃ追い出したくなるわ。クソ余裕すぎ。無一文でええから出ろって言われるくらいじゃないと。ひろゆき生活保護。新年度から、お、きりいいじゃん。ま、燃えるゴミの日の曜日くらい抑えとけよ。じゃないとゴミ屋敷確定な。にゃ。ワイと近いから共感する。大学中退、ニート、家出てけ、バイトと同業種に就職、独立企業、法人化と業務拡大。店舗現在4つ経営。中退から20年かかった。追い出されてからが勝負や。だから、最初から子供なんて産むな、作るなってのにな。そのスマホポチポチもできなくなるんだけど、こいつ気づいてねえな。この手の怠け者は、実勢に任せるなんてやっててもどこまでも怠けるだけだからね。お前が交渉するのは親より福祉課でケースワーカーと二人三脚で就活だよ。早めに精神科受診して小丸で生きてきゃよかったのに。もう遅そうだな。内職すりゃいいだろ。賃金安いけど家賃光熱費を親が出してくれるのなら余裕で生活できるだろうし。親ガチャ外したら自力以外は頼りにはならん。極端な話リアル東京サバイバルみたいな話。一度ホームレスになった方が良い。一人暮らしニートになるだけで何も変わらないぞ。プライドは高くないと言いつつ低賃金が嫌だのボロアパートがダメだの。
プライド高くないのなら同級生に僕は引きこもり16年のニートです。働かせてくださいって回ればいい。よくわからんが30中盤だろ。バイト1匹増やすくらいの権力持ちも何人かいるはずだ。だからといってこいつを採用する可能性は低いが。逆恨みして親丸してニュースになるんやろな。ニートや引きこもりになれるだけ恵まれてるよな。他人のパイを奪わず消費だけしててください。うちの兄貴は大学卒業後就職せず8年間ニートを続け、歩き切れた父親に家を追い出されたけど、今は正社員頑張ってるみたいだわ。人が怖くて外出れないをマジで言ってるならもう無理だよ。これまで過保護にしてくれた親に感謝して乗り越えるかどうかは自分で決めろ。32歳はもう子供じゃねえんだわ。責任はとっくに果たしてんだよ。甘えんなおっさん。優秀なニートなら親も手放さないよ。家から追い出されるってことはニートすら務まらないボンクラってこった。手帳が出ない程度の小丸が一番家族にとってお荷物だろうな。社会にとってはまだマシかもだが。30超えたあたりで危機感とか感じなかったんかな。まず、病院に行って調べてもらおう。ガチの小丸系だと追い出してなんとかなる人ではないよ。親は支援施設と相談してるんかな。こいつ、下手に一人暮らしさせたら事件になったり、そもそも出ていくのを拒否したりしそうだから。施設に連れて行って強制してくれるのに頼むのが一番確実だと思うな。YouTube でそういう施設の職員による追い出し日の動画が上がってるけど、職員来てるのにできたらここにいたいとか言い出すからな。年齢がいくほどにグダグダいう時間も長くなる。51の引きが、警察呼んで、警察も追い出し側に加わったのは正直面白かったわ。何のために生まれて何をして生きるのか。ゴミ親がゴミ作ったってだけだしどうなろうと飯うまでしょ。家賃と光熱費払ってもらえる家を誰かにまた貸しすれば現金化できるな。その現金でホームレスでもやれば働かずともが丸はせんだろ。多分上級ホームレスになるで。そのうち親が年取ると家にいてくれよようになるから頑張るんだニートたち。本当に土に帰った方が親の人生的にも社会の負担的にも助かるだろうな。育てた親の責任。性与奪もね。プライド高くないんじゃなくて、ニートであることに対して何言われても何も感じないだけじゃん。自分は親に可愛がられている、本当に困った時には何とかしてもらえるって思っているからこその余裕がある状態でプライド高くないかどうかなんてわからない。というか、他のことで色々とわがまま言ってるからプライドは高い。お前らが迎える将来か。まともな親でよかったな。人が怖いのに人が集まるネットにはのこのこ出てきてるの滑稽だな。プライド高くないと思ってるみたいだけどプライドの塊そう。ロープとレンタンセットおすすめ出てくるアマゾン有能。プライドが高いってのよく誤用されてるな。本当にプライドが高い人間はその高いプライドが邪魔してみっともない真似や言動や行動ができないから、ニートになんて 100% ならない。こういう人物はプライドが存在しないのよ。ま、ローマルの製造物責任だな。今のままでも結局親が丸んだ時点で罪だろ。なら少しでも若いうちに職に就いた方がいいに決まってる。大体人が怖いってそんだけネットで他人に喧嘩売りまくってて何の冗談だよ。うち弁慶ってやつか。わい、親だから思うが、子育てって、普通にギャンブルなんだよ。ほら親ガチャって言われるだろ。つまり子ガチャなんだよ。子ガチャだから、普通に当たり外れってある。今回は後者。そんだけ。もうすぐ丸ぬ年齢の親なら、無念だっただろうな。普通は孫の顔も夢見てただろうて。なんてな。これ正直親のせいだろ。精神が子供のままだ。とっとと追い出せばいいのに。ニートなんかすべてクズさ。大丈夫、ホームレス予備軍だから数ヶ月もすや親は蒸発して生活できなくなるから。そもそも生活保護って怠け者を延命させる制度じゃねぞ。徹底的に子供の自立する手足を切り落として怖い怖い理解できないと被害者ぶる。親も発達だよ。発達死がここまでペット状態になるのにどれだけも丸腹か干渉し続けてプライドをせし折り続けてきたのかね。アスペのお人形遊びを人でやった。人が怖いならLINEこうやらいいじゃん。最近こういうの増えてきたな。この中から極少数が無敵の人になって周りを道連れにしていくんだろうな。子は親の背中を見て育つからこいつがこうなったのは両親の失敗なんじゃないの。うちの子らは明るく社交的な性格に育ったからバカだけどまあセーフかな。こういうやつは犯罪者と同じ思考やな。さは実行に移すかどうかだけや。働かんのなら生ゴミでも漁って食いつなげよ。いつまでもあると思うな。親と金という信玄がある。30年40年後には親も他界している。生ポにすがって生きるのも一つの考えだろうが、今が孤独死予定者リストから外れる最後のチャンスだろう。親は泣いて馬食を切るの心情だろう。ちょっと甘いけど、するかしないかはあなた次第だ。とりあえず顔も見たくないってことだろうな。ニートとか親の甘やかしの結果だし会話できるペットと思えばいいんじゃね。